はい、今日はですね、このようなところに来てます。回転寿司に来てます。大和というですね、千葉県にですねたくさんある回転寿司です。はい、ということで、ちょっとですね入ってみたいと思います。営業中です。店の雰囲気はですね、こんな感じです。ここにですね、娘が乗ってます。こんな感じですかね。ご注文の方はすべてタッチパネルの方からお願いいたします。はい、じゃあいただきます。いただきます。うまい。じゃあいただきます。サビ入ってんのかな、うん。でもなんか白身で美味しかったね。黒板に書いてある。アマチマダイカンパチ中アマチマダイカンパチアマチマダイカンパチ失礼いたします。こちらあら汁がで茶碗蒸しがお一つ目です。はい、ありがとうございます。失礼いたしました。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あら汁来た。あら汁しかなかったっけ。味噌汁ってなかったっけ。うん、ネタが大きいね。すごいですね、あら汁。いただいちゃいました。あら汁結構量が多いですよ。はい、いらっしゃい。熱い。熱いです。熱い熱い。中トロです。うん、はい、ありがとうございます。大トロいきます。大トロです。これ結構熱いんだよ。うん、茶をしています。茶をしています。はい。茶蒸し大好きなんですよ。結構あれですね、弾力あるね。でも中はスープが美味しい。これ熱燗ってできる？はい。できる？はい、全部。はい。あ、そう。どれぐらい温めればいい？めちゃめちゃ熱くしちゃって大丈夫ですか？ぬるよりちょい熱い。はい、わかりました。注文してもらってもいいですか？はい、わかりました。これが多分、これがね、多分千葉のサブじゃないですか。結構これたっぷり入ってるね。すみません、失礼いたします。先生なんですけど、熱くすると1号と2号がありまして、ワンカップじゃなくてもどちらがよろしいですか？銘柄は？銘柄ですか？銘柄選べるの？はい、こちら1号と2号どちらがよろしいですか？じゃあ銘柄。先生、先生、別のやつ頼むから1号ずつ。じゃあちょっと赤い顔ですね。赤いかいただいてみます。結構肉厚だね。失礼いたします。はい、はい、ありがとう。熱すぎますか？大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。はい。失礼いたします。じゃあ手酌でいかしていただきます。手酌でいかしていただきます。センス。一番の酒じゃない。お酒っぽくていいね。お酒っぽくて。お腹いっぱいになっちゃうな。あらがいっぱい入ってるね。うん。美味しいっす。これ結構。魚の油が別して入ってるから冷めないね。平らない。あん肝の感じです。なんか分厚いねこれ。おいしい。恵方巻きをね、頼みに来てる。だから、恵方巻き。大好きだ。好きだから。とろさんもあります。お腹いっぱいです。してください。タコです。タコの唐揚げ。ネギトロ山かけ2枚、生ウニ1枚、極うま3貫1枚、サーモン親子1枚。バラ汁が効いたな。これでかいんだもん。ああ、そういうことね。アイスならあるんですか。ごちそうさまでした。お店の雰囲気ですね。お店の雰囲気、玉井さんもですね。真ん中で4人ぐらいいらっしゃいます。回転台には何も載ってません。ほとんど注文ですね。いやー、大和美味しかったです。館山にもあるんですよね。館山は木更津にもあるんですけど、本日はですね、千葉市の緑区の大和に来ました。いつも美味しいです。ごちそうさまでした。